まあもちろんね、ケラーっていう選択肢はあるんですけど、私は未来から来ました。岩崎で行きます。未来から来ました。ケラーを打たれます。信じてください。私は未来から来ました。ケラーは打たれます。そんなバカな、新守護神として取ったケラーは期待の外国人だぞと、そんなこと言うなと阪神ファンは言うでしょう。私は未来人です。ケラーは打たれます。結局岩崎になります。抑えは